はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。なんと、出ました宝焼酎のレジェンドの、樽熟成焼酎ハイボール。ハイボールですね。まあ、ハイボールというか、焼酎ハイボールなんだけどさ。樽貯蔵熟成酒 20% 使用。アルコール度数が 7%。で、琥珀色の宝焼酎、レジェンドチューハイ。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロとなってます。これ来たか。まあ、俺的には純とかの方が良かったんだけど、でもレジェンドもレジェンドで美味しいですね。まあ、ちょっとウイスキーっぽい味するけどな。樽貯蔵熟成酒 20% 使用、かっこ本商品に含まれる焼酎に対する使用比率。だから、実際は、7%×20% だから、7% の5分の1だから、2% ぐらいか。まあ仕方ないですね。琥珀色に輝く宝焼酎レジェンドをベースに強炭酸で仕上げた深いコクと、爽快な喉越しのチューハイです。原材料が、なんと原材料が焼酎とカラメル色素のみ。すごい。やっぱこれカラメル色素だったんだ、このレジェンドって。あれおかしい。樽貯蔵熟成酒だよね。カラメル色素使ってんのか。カラメル色素使わなくてもあれだよね。レジェンドって黄色かったよね。だって樽貯蔵熟成酒なんだからさ、当然樽からの抽出物として色が出るわけでしょ。これわざわざカラメル色素使う必要あるのかな？ということでね。今日のつまみはなんと、豪勢久々に食う。これ一年ぶりぐらいにこれ、あれ食うわ。刺身。稲田の単品作り。300円。安い。まあ、安いから買ったんですけどね。普通にね、トロとか買いたかったんだけどね。値段ね、高いわ。値段300円で、これっぽっちしか入ってないっていうパターンだったんでやめました。こちら買ってきたばかりなので、ちょっと炭酸じゃねえや。あれを入れます。氷を入れます。乾杯。あ、うめえ。このほんのり、このほんのりっていうか結構甘いっすね。焼酎の甘さが結構あります。うまい！で、香りですね。なんかほのかに樽の熟成香があり、まあ、熟成してるから当たり前なんだけど。これはうまいっすね。うめえ、これ。これあれだ！なんかすっげえうめえなと思ってたけど。これ、あれだ。焼酎ハイボールドライの味。これ、当時の。今だと、焼酎ハイボールドライはまずくなったんですよ。あれ。味がね。なんですけど、やけにうめえなと思ったら、これおかしいほどのうまさ。これ、あれだ。焼酎ハイボールドライの味だ。昔の。昔のっていうか、1年前ぐらいの、焼酎ハイボールドライの味です。うまいわけだ。うんめえ、これ。焼酎ハイボールドライそのままだよ、これ。今のじゃないけど。昔の。なんであんなにまずくなったんだろうな。うんめえ、これ。冗談じゃねえほどうめえ。これよ、この味よ。焼酎ハイボールドライの味、あの当時の味、そのまま。もしかして焼酎ハイボールドライってさ、樽貯蔵熟成酒使ってたんじゃないっていうレベル。もしかして。うん、まー、これうますぎるわ。これ五つ星だわ、これ確実に。あー、やった焼酎ハイボールドライが、ようやく飲める時が来た。まあ、業務用のね、俺もまだ買ってないですけど、業務用の
焼酎ハイボールドライの原液みたいなのが売ってるんですけど、あれ飲みたいですけどね、あれ3000円ぐらいするんですよね。あれ3000円ぐらいするんで、買えないんだ。買いてんだけど。いただきまーす。うまっ。そしてこの大葉、これなんて言うんだっけ、シソ、これ大葉なんだ。あ、シソだ。うん、うまっこれ。うめぇ。300円と思えねえぐらいうめぇ。うん、まっ。死ぬほどうめえ。ああ、生き返るわ。そしてね、ここで皆さんにお伝えしたいことが実はありまして、なんと僕はとうとう30歳になりました。まああんまりなりたくはなかったけどね。まあ仕方あるまい。うめえ。うますぎる。神だ。やっぱ刺身ってうめえな。マジで。でね、ちなみに関係ないけどね、ニジマスも買ってきましたから。ニジマス丸々一匹。一匹確か200円だったっけ。塩焼きにして食おう。昔ね、俺が小学、いや、中学生だったかな。の時に、釣り堀に、学校のイベントで、釣り堀に行ったんですよ。で、そこで釣ったニジマスを、チーズでね、餌のチーズを餌にして釣ったんですけど、その時に、その釣り堀がね、なんかサービスが良くて、もうその場で、塩焼きにしてくれるっつんで、さばいて、炭火ですよ。いわゆるこういう串に刺さって、こうやって刺して、炭火で焼いて、それをね、こうやって食べたんですよ。もうあの味はもう忘れられねえ。うますぎた。それからね、俺はニジマスが大好きですね。もう川魚といったらニジマスですね。もう、魚で一番美味しいのニジマスだと思ってますね。塩焼き。ニジマスの塩焼きが一番うまいと思ってる。これを超える魚いないですね。ニジマスの塩焼き、しかも姿のまんま、姿焼きっていうのかな。あのまんまじゃないです。まあ、綿は取ってやると思うけど。とにかくうまかった。てか、これ大半これじゃねえか。大根のつまじゃねえか、これ。なんかやけに薄切りだなと思った。
大半が大根のつまじゃねえかよ。まあ、いっか。うん。うまい。これも超うまい。大根はね、大根おろしの方がうまいな、これ。大根のつまって結局あんま美味しくないよ。なんかさ、すんげえパサパサしてて、まあ、水につけりゃいいんだ、いいんかもしんないけど。大根おろしはあんなにうまいのにな。辛みもあって。うまいのに、なんで酒の、じゃあ、つまになるとは、こんなにまずくなるのかな。だってこれ職人さんが作ってるんじゃない。なんか機械かな、これやっぱり。これ機械なんかな。昔なんか職人が作ってるって、見たことあるけど、本当なのかな。こんなまずいものを、わざわざ。まあさすがに機械だろうな。多分水につければ そこそこうまいんだろうな、これ。まあこれ知ってる人もいますけどね。まあ、そりゃそうだよ。だって、大してうまくねえ。うん。まあ、俺もったいない貧乏症なんで。うん。全部食べます。たまにものすごくまずい妻があるんだよ、これ。もうピッカ、カッピカピに乾いてるやつ。が、今のは、もう多分出来たてぐらいだから、うまいんだけど、これが乾くと、もうクソまずくなるんだよな。カッピカピに乾いて、なんか売れ残りの刺身とかになると、恐ろしく乾いて、伝説レベルのまずさになる。ゴッドさん、あーうまかった。今のこの妻は結構うまい。結構美味しい。まだね、出来たてだったらね、水分があってうまいんだけど。まあでも大根おろしだろうな。
つやったな。まあ、結局のところ、まあ、いわゆるかさ増しで、まず大きく見せるとか、そういう、ものでしかないわけだけど。ああ、これはうめえや。これは伝説的にうまいな。焼酎ハイボールのドライを。いや、でも、焼酎ハイボールドライオがちょっと高かったもんな。値段140円ぐらいだったもん。確かこれ。140円だから、そんぐらいしたもんな。130円だったか。結局、宝もあれですよ。おそらく、焼酎ハイボールドライが、うますぎたんだろうね。いわゆるね。多分、あれ、うますぎたのは、おそらく、俺がすっげえ、5つ星つけてたけど、あれ多分、本当におそらく赤字覚悟だったんだろうね。俺が予想するに。俺のスーパー予想するに、あれ?おそらく赤字覚悟だったんです。で、何らかの影響で、もう金がねえから、仕方ねえ、ちょっとまずくても、安上がりのやつ作るかっつって、多分今の焼酎ハイボールドライになったんではないかと、俺は思ってますけど、実際のところは知らないですね。しかも、宝のホームページに全く書いてねえし、これが売ってるなんてことどこにも書いてねえんだよ。結構あるよな。あ、なんか新しいの出てる。焼酎ハイボールの強烈リンゴサイダー割りだって。あー、リンゴ味。冬限定。強烈リンゴサイダー割りだって。あ、10月の17日、全国で新発売だって。まだ売ってねえか。今日まだだって10月の10日だもん。あと1週間後だ。いや、でもこれはちょっと、うまいな。レジェンド、ハイボールド。あ、ニューリリース。8月の8日。結構前から出てんじゃん、これ。レジェンドの宝焼酎レジェンドのハイボール。9月5日から全国で新発売しますって書いてある。だから1ヶ月前ぐらいに出てたんや、これ。全然見かけなかったけど。なるほどね。まあ、お、なんだこれ。え?宝焼酎レジェンドのプレミアムだって。なんて出たんだ。27度だって新発売。うわ、27度とか微妙な度数来たな。タルチョゾ熟成酒 30% 使用、深い味わいと芳醇な香りと、琥珀色に輝くプレミアム焼酎。27度?え?え、もう発売してんの?2016年の1月の26日に発売してるから、もう1年以上経ってるぞ。1年と半年経ってるって見たことねえんだけど、これなんだ?宝焼酎レジェンドプレミアム?はぁ?見たことねえ。720ml で、参考商売価格が888円。発売地域が全国、括弧、業務用ルート限定って書いてあるな。こんなの見たことねえよ。なんだこれ。宝焼酎レジェンドプレミアムなんて知らねえぞ、これ。酒屋結構回ってるけど、見たことないね。なんだこれ。
しかもアルコール度数が 27% っていう、スーパー微妙な価格。スーパー微妙な度数。はぁ。業務用限定って書いてあるけど、それは発売って言うのかね。業務用ルート限定って書いてある。アマゾンにも売ってねえんだけど。どこに売ってんだよ。売ってるとこには売ってんのかな。見たことねえぞ。ブログで紹介されてますね。あ、違う。ヤフオクに、はぁ？ヤフオクに売られてるんだけど。え？一箱で1万円だって。12本入りで1万円って書いてあるわ。なんだこれ、ぼったくりめ。死ね。ブログ、FC2 のブログに、これが紹介されてましたんで、ちょっと紹介します。あ！宝焼酎の、レジェンドプレミアムの炭酸割り。これ業務用ルートだけの販売ですって。道理で見たことなかったわ。熟成酒をブレンドしてあるので、焼酎といってもウイスキーみたいな琥珀色。すっきり飲めて美味しい。はぁ、これ多分、店で飲んでるっぽいですね。これは店限定なのかな？バーみたいなところで飲んでるっぽいです。この人は。居酒屋的なところで飲んでるっぽいですね。なるほど、なるほど、なるほど。だから結局のところ、居酒屋とかで売ってる、その、販売店しか買えないみたいな感じで、なんかなぁ。いや、これちょっと欲しいなぁ。あ、やっぱそれっぽいっすね。ググってみると、確かに、ハイボール。宝焼酎レジェンドプレミアムハイボール。グラスで480円とかって、グルナビに出てますね。なるほどね。まあおそらく一般のそこら辺のスーパーとかでは スーパーとか酒屋ではおそらく売られないんではないかって言うけど、実際そう言うじゃん。多分数年後したら普通に売られ始めるで、普通に。アマゾンとかで普通に取り扱うと思うで。アマゾンがまだ取り扱ってないと思うんで。まあ、多分、1年後ぐらいになったら多分アマゾン取り扱うようになるんじゃんか。多分。おそらく俺はそう思いますよ。だって普通にさ、アマゾンでさ、なんだ、焼酎ハイボールドライの原液とか売ってるからね。それを考えたら多分普通に売られるっしょ。これはね、コク、甘みがちょっと強めで、まあ香りもそんなでもないんだけど、普通普通普通ぐらい。これは化け物ですね。これは実にうまい。久々の5つ星来ました。333 GO! 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 ヒロミということで、ご視聴ありがとうございました。